はいどうパラプンテ J リーグサッカーチャンネルのツツンです。ということで今回は残り7試合残留へ正念場アビスパ福岡 VS 名古屋グランパスのマッチプレビューですね、やっていこうと思ってます。よろしくお願いいたします。ということで、ちょっと前回の敗戦これが結構きつかったんじゃないかということでございまして、やっぱりねダメージ大きいですよ、あの負け方というのですけれどもね。しかし対する名古屋グランパスの方もですけれどもね、マテウス選手が負傷ということで、全治2ヶ月ぐらいですかねの離脱ということで、おそらく今シーズンもしかしたら、厳しいかもしれません。このマテウス選手が、離脱をした、名古屋グランパスのゲームやってきますけど、さ、名古屋グランパスなかなか厳しい状況で、ございますけれども、アビスパ福岡しかし本当、そんなことは言っていられない。本当マテウスがいない名古屋に勝ってもねみたいなこと、言ってる場合じゃございません。しっかりこの試合、戦って勝ち点3持って帰ってきてほしいというか、ホームのゲームなら持って帰るのこそも、ないんですけれども、勝ち点3上げてほしいでございますけれどもね。はい、というこちらメインチャンネルでございますね。メインチャンネルの方で J リーグ九州で浦レッズを中心にやっているので、チャンネル登録よろしくお願いいたします。ということでございまして、早速やっていきましょう。まずこちら、アビスパ名古屋グランパスということで、現在アビスパ福岡勝ち点28で12位でございますね。そして対する、名古屋グランパスでございますけれども、勝ち点33で10位ということで、アビスパもなんとか踏みとどまってはいるんですけれども、ちょっとやっぱ試合数の関係ですね。アビスパ福岡はフルでねこれゲーム消化しているんですけれども、名古屋グランパス含めてですけどね、結構まだまだね未消化試合を抱えているチームは多いんで、この12位とはいえちょっとやっぱ下からの、突き上げというかですけれども、下との差も、結構気になるところ。本当これね現在16位の湘南との、勝ち点差が2位ですかね。本当ぐっと、縮まってしまっているんで、ここはしっかり、アビスパ勝って、下との差広げて、確実に残留を決めてほしいところでありますけどもね。はい、そしてこれが両チーム直近5試合ですけれどもね、アビスパ本当、勝ちがございません。直近5試合だけで見ても1分け4敗ということで、しかもこれ失点がねずっと続いているんですよね。これやっぱねアビスパ福岡の良いところって、無失点 J が多いとかね、これ堅守のイメージが特に今シーズン多い名古屋グランパスの方、特にこの堅守のイメージが強いアビスパ福岡でございますけれども、なかなかそれがね無失点試合が全くない直近5試合になっていくので、まず守備のところですね、原点回避じゃないですけれどもね、一度も一回、原点に立ち返ってですけれどもね、守備からしっかりこれ攻撃に、つなげていく、良い守備は良い攻撃っていうのがやっぱりあるんでね、そこ守備のところのやり方というのを一つ考えようかなというのはやっぱりありますけれどもね。で対する名古屋グランパスでございますけど、直近5試合が、2勝1敗2分けということで、前回、ガンバ大阪に敗れております。同じくですけどね、両チームともガンバ大阪に敗れた者同士との、対戦になってきますがね、これがだからね、名古屋グランパスもね、マテウス選手が、不在ということでございまして、しかし今そのガンバ大阪戦の前ですね、3試合連続で無失点試合も達成しているんで、やっぱ守備のとここのチーム、そもそも課題チームになっていきます。福岡と同様、守備が課題チームになってきて、堅守速攻のチームになっていくんで、グランパスで言うとか、永井選手とかその辺はやっぱり抑えないといけないですしね、そこをどういう風にアビスパ福岡、キーマンの選手はグランパスも結構多いんだよね。で守備のところもやっぱ藤井選手は今年グランパスは成長したとか、中谷丸山、この日本代表元日本代表コンビが両脇を支えるという、守備陣になっていくんで、この辺もじゃあどうやってアビスパ最終ライン超えていくか、そこも注目して見ていこうと思ってますけどもね。はい、両チームこれが前回のスターティングメンバーでございますけど、こんな形でございますね。アビスパは左サイドハーフのルキアン、これ結構悪くはなかったのかな。やっぱ田中達也選手のプレーのこれ精度がなかなか高まっていないとか、ね、現状の動きを見ていると、サイドハーフというのはルキアンに任せるのがいいのかな。山岸をサイドハーフで使うというのももしかしたら手かもしれませんが、しかし現在チームトップスコアラーの山岸選手をサイドハーフに置くよりもやっぱりこう2トップの一角に置いた方がいいんじゃないかという判断だと思いますが、ここ山岸ファンマ選手、次の試合も多分この2人のコンビで行くんじゃないですかね。ジョン・マリ選手が、スタメンの可能性もあるんですけど、ただこう90分間のゲームコーディネートを考えたときに、ジョン・マリーさんは本当に途中からでもしっかり力を出すことができる、スーパーサブでも本当短い時間でしっかり結果を残すことができる選手なんで、そこをどう考えるかですね。やっぱりこうサブね、難しいですけれどね、スタメンで力が出せる選手が、途中から出て力が出せるかっていうとなかなかそうでもなくて、例えばね浦レッズにコオロキですね、現在札幌に行ってるコオロキでございますけど、コオロキ心臓も自分はこうスタメンから使ってくれれば力が出せるけども、途中からだとなんかこう難しさがあるみたいな、途中からのこの試合の入りというのが、難しいと感じる選手も多いんでね、そういう意味
ではこうねジョン・マリ選手みたいに途中から出てしっかり、点を決める選手というのは結構ゲームコーディネート90分間の、戦い方を考えた時には結構貴重な戦力に、ね、なっていくね。僕はジョン・マリさんに関しては控えスタートでもこれは確かにいいのかな。スーパーサブ的に使ってねこれ、苦しい展開で最後、ねまあ、ヒーローになってもらえばいいのかなって感じもするんで、そこのまあ使い方とか起用法に関しても、ちょっと注目してみていこうと思ってますけどもね。はい、そしてこれがチャンスコーチクルーということでデータ的な話でございますけれども、アビスパも、ね、守備のところ良、ね、かったんですけど、やっぱ最近のゲームの影響でしょうかね、だいぶ守備のところのデータというのが悪くなっていますね。この辺本当非チャンスコーチクルーとか非シュートとかね、この辺は相当良かったはずではあるんですけど、まあ、それでもねリーグ3位なんで悪くはないんです。これリーグ3位なんで悪くはないんですけども、ただまあ以前と比べるとやっぱこの辺の数字夏以前と比べるとちょっと悪化してる感じがするんで、やっぱこう原点に立ち返るじゃないですけれども、ね、さっきも言った通り、まあ、良い守備から良い攻撃に、つなげるそこの意識というのをもう一回これ考えてほしいことがありますけどもね。で対する名古屋でございますけど、こんな感じで、まあ、やっぱシュート成功率がグランパスもですけれどもね、まあ、18位ということでシュート決定率が一番まあ低いチームにはなってきますんで、しかしまあそれ以外のデータ投稿はまあ半分よりちょっと上ぐらいの数字が並んでますよね。まあ、得点力不足というのが、ね、グランパスも難しい中、そしてまあそこでマテウスがいなくなるんで、まあ、負傷者も徐々に帰ってきている感じがグランパスもし、まあ、多分酒井選手も復帰できる状態にあるんじゃないですかね。まあ、酒井選手がいたりとかレオナルド選手もいるんで、ね、この辺は前線の選手ですけれども、ね、じゃあどうやって使い分けていくか、まあ、マテウスがいないからこそまだ違う戦い方、それがハマる可能性もあります。まあ、これまで本当は、ね、マテウスに結構、ね、攻撃面は点取るところに関してですけど、まあ、点取る、チャンスを作るというのはチームマテウスみたいな感じでやってきていたんでね、このマテウスが抜けた中でじゃあ新しい戦い方、これがまあハマる可能性ももちろんこれあるわけなんで、まあ、福岡からしたらこれマテウスがいないグランパスだからこそちょっと、ね、戦い方はどうやってくるかそこ見えない部分も正直あるんで、ね、最初の15分でどういう風なプレーを、見せてくるか、そこの対応というのはしっかりしてほしいところでありますけどもね。はい、そしてこれが両チーム得点パターン失点パターンでございますけれども、上が得点パターンですね。まあ、やっぱアビスパでいうとやっぱショートパスから得点が意外と多いというのがやっぱりありますけれども、グランパスですね、グランパスは結構まんべんなく点を取っていますね。まあ、セットプレーとかクロスですね、この辺からもしっかり点取ってますし、ショートパスからのクルーシからもしっかり点取ってんで、まあ、これっていう決め手があるわけじゃないんですけれども、しかしまあまんべんなく点が取ることができているというのは名古屋グランパス得点パターンでございますね。で失点パターンでいうとアビスパはこうクロスとかセットプレー、この辺の失点が多いです。このアビスパ福岡が一番失点をしているセットプレーとか、クロスからの失点というのはこれ逆に名古屋グランパスの得点、まあ、得点する可能性が一番高いプレーにはなっていきます。まあ、セットプレー、クロスからの得点が、一番多いグランパスになってくるので、ここはやっぱりサイドのハーフのところと、まあ、サイドバックの選手になってきますけれども、ね、まあ、簡単にクロスを、上げさせない、まあ、前回のようなプレーもそうなんですけれども、ね、まあ、横からの揺さぶりに対してどういうふうに対応するかというのは、そこはもう一回、ね、まあ、前回の反省を踏まえて、もう一回考えてほしいことありますけどもね。で、グランパスの失点で一番多いのがセットプレー、こちらのセットプレーからも得点が、失点が多いんで、まあ、どうやってアビスパ福岡がですけれどもね、ゴール前の嫌な位置、グランパスからしたらちょっと嫌な位置でセットプレー取ることができるかどうかですよね。これセットプレーからやっぱ得点を狙うにしてもうゴールから遠いところでもちろんセットプレーをもらってもあまり効果がないんで、まあ、ということを考えるとやっぱりこうどんだけ名古屋グランパスの陣内に攻め込むことができるか、そこはやっぱ意識してやってほしいことありますけどもね。はい、そしてグランパスの90分間換算の2つでございますけど、こんな感じですね。まあ、これスタッツに関して言うと割といいデータも並んでいるんですよね。まあ、例えばですけれども、ドリブルがリーグで5位ですよね。これだから相馬選手とか、マテウ選手の、まあ、動きとか森下選手もガンガンこれ行く選手なんで、本当ドリブラーの選手、まあ、縦への意識が本当強い選手が、名古屋グランパス多いんでね、この、ドリブルの使用というのも高まってます。しかし、まあ、だからさっきも言ったマテウスが見ない中でこの辺の数字というのがやっぱりこう、マテウス頼みじゃなくなる感じがします。まあ、本当、ね、チーム名古屋グランパス一丸となって、戦っていくと思うんでね、まあ、そこをどうされるかにはなってきます。で、あとやっぱタックル本数が4位、この辺やっぱ激しくやっていきます。まあ、稲垣選手がいたりとかレオシルバ選手もいるんで、このタックルとか、まあ、プレッシングのところは名古屋グランパスも得意なところになってくるんで、このプレス回避というのはしっかり、対策が必要ですよね。で、あとインターセプト、この辺もなんかしっかりボールが奪える選手が多いんでね、まあ、やっぱこの辺のデータというのは長谷川健太監督らしいチームの特徴がもろに出てる感じがするんで、まあ、やっぱり対策としてはやっぱり1枚剥がしてそこからどうやって前進していくか、本当プレッシング、激しいプレッシングが、来ると思うんですけども、やっぱりこうプレッシングに来る相手がプレッシングに来るということ
ことはそこ1枚剥がすと見える景色とか光景がだいぶ変わっていくと思いますので、そのまあプレッシングに対して、どう剥がすか、まあ、1対1で剥がすかどうか、それとも、ボールをつないで剥がすかとかいろんな方法はありますけれども、このプレス回避に関しては、逆にですけれどもね、これ、アビスパ福岡がカウンターにつなげることができるので、このプレス回避、そしてその後スペースですね、そこの有効活用というのはやっておいてほしいところでありますけれどもね。はい、以上です。以上、プロブンテージェルサッカーチャンネルのつつんでる方、チャンネルでございます。さら。